皆さん、こんにちは。ハロー通訳アカデミーの上山です。それではこれより2023年度全国通訳案内試験第2次口述試験対策二次セミナー第3項の解説を始めさせていただきたいと思います。この動画をご覧になる皆さんに一つお願いがあるのですが、それはこの二次セミナー第3項の資料を印刷してからこの動画をご覧いただきたいということです。資料は下の概要欄にありますので、よろしくお願いいたします。それでは目次のページから順次解説を始めさせていただきたいと思いますので、目次のページをお開きください。目次のページをご覧いただきますと、第1部基本情報とございます。で、次に7ジャンル別出題分析と予想問題とございます。で、この二次セミナー第1項と第2項で基本情報の1から6までご説明をさせていただきました。で、こちら第3項ではですね、この7のジャンル別出題分析と予想問題についてお話をさせていただきたいと思います。で、この目次の上の方から1位、2位、3位とありまして、下の方まで29位までございます。はい。で、これは、後ほど詳しくお話しいたしますけども、2013年から昨年の2022年までに出題されました通訳問題、外国語訳問題、プレゼン問題488題をですね、30のジャンル別に分類をしてですね、それぞれの分析および予想問題を作成させていただいたと、まあ、こういう詳細誌になるわけでございますけれども、まあ、それの1番、第1位食べ物、まあ、飲み物から始まりまして、出題項目の多い順に並べてあると、まあ、こういうことでございます。はい。で、この中で、赤字にしております1位、2位、3位、まあ、7位まで、それから10位の宗教、12位の、寺神社、18、19、20、20世界遺産、23位伝統芸能音楽、27位 NHK 大河ドラマ。この小冊子、重要でないページは1ページもございませんけども、特に今赤字で示したところは特にこれが重要であると、そういうことでございますので、勉強されるときに留意していただけたらと思います。はい。それでは早速1ページからですね、順次ご説明をさせていただきますので、1ページをお開きください。で、第1部、基本情報ということで7、ジャンル別、出題分析と、予想問題、重要と書いておきます。はい。で、最初からちょっと読んでいきますけども、2013年度から2022年度の第2次口述試験には通訳問題が、13年からこれが17年になりますが、62題、
出題されました。そして外国語訳問題が2018年から2022年まで60題出されました。でプリゼン問題が2013年から2022年まで合計で368題出題されました。で合計が488題が出題されましたが、これらを30のジャンルに分類して出題回数の多い順に並べると下記のようになります。まあ、先ほどの目次のページのような感じになるわけですけども、星印1位から10位の出題数は合計で331台で、全体488台のなんと 67.8% を占めています。これどういうことかと言いますと、そこの1位2位3位の次の70台48台38台36台、これを1位から10位まで、10位の17台までを足しますと、これが331台になります、ね、でこれが、全体の488台の 67.8%、 約7割を占めていると、まあ、こういうことを示しております、はい。それから、星の印の2つ目ですね、2022年度の1位から10位の出題数は37台で、全体48台の 77.1% を占めています。これ何かと言いますと、1位の一番後ろに2022年度12台とあります、ね、この12台ですね。で2位の観光地の後ろの6台、3位の年中行事の3台、これをずっと10位まで合計をしますと37台になります。で昨年2022年度のですね、外国語訳問題と、プレゼンテーションの問題の合計が48台になりますので、この上位10のジャンルからですね、38台出ているということはですよ、1位から10位のジャンルからなんと 77で約8割の問題がここから出ていると、こういうことになります、はい。よく、20-80 の法則ということが言われますけども、ご存知でしょうか。例えばある企業で、上位 20% の商品の売り上げがですね、その会社全体の売上げの 80% を占めるとかですね、まあ、経済においても、あるいは物理科学とかさまざまな分野でこの20-80の法則というのがございましてね、こちらもまさにこの2022年度の、出題の数、ここはまあ1位からまあ10位になりますけどね、まあ、ここだけでですよ、まあ、全体の約8割を占めていると、こういうことが分かるわけですね。ですからこういうことも受験生の方はですね、頭に入れて、準備を進めていくと、そういうことが重要であろうかと思います、はい。で2ページを開いてください。で2ページ、1位の食べ物、まあ、飲み物でして、これが、2013年から昨年の2022年まで合計で70台出題されておりましてね、はい。で上のところから見ていきますが、星印3つはですね、4回出ているということになります、はい。で星印2つは、3回出たということ
とですね、ちょっとこの星の数と主題の数が一つずれてるんですけども、それから星印が一つは2回出たという、そういうこう意味合いになります。はい、よろしいですか。で、星印がないもの、途中から天ぷら、ここは、1回だけ出ましたよという、まずそういう記号の意味をご理解ください。一番上の星印3つ、奈良の酒、ここはですね、お酒に関係するものをちょっとまとめました。奈良の酒2015年の通訳、燗酒、これが17年のプレゼンテーション、日本酒が2020年の外国語訳で、焼酎、これ昨年2022年の、外国語訳ということでですね、まあ、一応なんとなくお酒のところという感じですね。はい、で和食、次に、これが2015年の通訳、18年外国語訳 A、 外国語訳 B ということで、同じ18年にですね、時間帯は異なるんですけども、この和食が外国語訳のテーマになってですね、採用されたと。それから、2020年の外国語訳に、出ましてね、4回出てると、こういうことでございますね。はい、でちょっと次の黒の星印を見ますと、和食は2013年にユネスコ無形文化遺産インタンジブルカルチャーヘリテージに登録された。でユネスコ無形文化遺産というのは2006年にですね、ユネスコの中でこういうことをやろうじゃないかということが採択されて発行された、そういう、制度になるわけですね。はい、でこれ詳しくはクリックしていただきますとウィキペディアに飛びます。はい、で和食が2013年に登録され、2013を赤いボールペンでくるっと丸をつけてください。でその1行上の和食2015の、通訳というのがこう出ておりますけども、私が考えるに、13年にね、これがこう無形文化遺産に登録されたということで、当時はやはり大騒ぎといいますか、新聞もね、テレビも雑誌もこの和食が世界文化遺産に登録されたということでですね、非常に話題に上りました。でそれから2年後に和食が通訳問題で出ているというのは、やはりこの無形文化遺産に登録されたということと関連がある、影響を受けたなというふうに私は理解をしております。はい、18年また外国公約、20年、これはその流れといいますかね、ずっとやはり和食は世界中から注目を、されているという中で、連続的に、出題されているなと、こういうことでございます。はい、次の星印、ユネスコ世界遺産 World Heritage Site、これは1972年より採択、発行、これもちろんユネスコですけども国連のですね。でこれ今から約51年前ということで、上のその無形文化遺産よりかなり前にですね、こちらのユネスコの世界遺産というものがですね、こういう制度ができて、採択発行された。で次のところ1、世界文化遺産 World Cultural Heritage、 日本では、法隆寺のほかですね、
20箇所が登録をされております。対象はですね、建築物、遺跡など有形の文化、有形の赤いボールペンでくるっと丸をつけていただきたいと思います。文化遺産なんですが有形のものになります、でこれが上の無形文化遺産と、峻別されなければいけないということになるわけなんですよね。で次の丸には世界自然遺産、 World Nature Heritage、 日本では、屋久島のほか5カ所が登録をされております、で対象は優れた景観、自然現象、地域などということでね、これ両方ともやはりこう有形なんですね。しかも大体建物あるいはこういう場所とかですね、こういったところが指定されておりましてね。で皆さんに、注意をしていただきたいことは、ユネスコの無形文化遺産と世界文化遺産を混同しないことでございます、これ全く別物なんですね。なので詳しくはここをクリックしていただきますと、ウィキペディアの方にリンクで飛びますので、そちらの方でご確認をお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。次にラーメン、これ3回出ておりましてね、昨年2022年の外国語訳でも出ております、なぜラーメンが2022年、昨年の、外国訳に出たのかな、そういう、私はすぐに疑問を持つんですけども、いろいろと調べてみたら、特に、2022年に、ラーメンが何かあったと、そういうことは特にありませんでした、居酒屋3回出ております、そこ読んでいただけば分かりますが、いちいちちょっと読みませんけども、おせち料理、これプリゼンプリゼン外国に3回出ていると。駅弁、これが、通訳問題と外国語訳問題、昨年これ2回出ていると。で昨年2022年に出題されたものは、そこの部分を赤字にしましたのでね、皆さん一目瞭然、この資料2022の外国語訳あるいはプリゼンというのは全て赤字になっておりますので、とても見やすくなっていると。で次、たい焼き、これも昨年2022年のプレゼンテーション、なぜ去年たい焼きかと、ちょっとよく分かりません、で恵方巻き、これがこれ2015年のプレゼンテーションに1回出て、そして昨年2022年のプレゼンテーションに、2回目ということで出たわけなんですけどもね、大体恵方巻きがどんなものかということをね、皆さんもご存知かと思います。ちょっとまとめてみました。節分、恵方巻きの場合この立春ですね、こちらの前日に食べるものなんですけども、一応節分というのはね、年に4回あるわけですよね。節分と立夏、立秋、立冬と。でこの立春の前日に恵方を剥いて無言で太巻き寿司を食べること。もともとは関西、特に大阪でこういう習慣があったようといいますかね、下に書いておきますけど、大阪の海苔業者さんがですね、海苔の販売、拡大のために始めたということらしいんですけども、1989年、ちょっとこれくるっと赤いボールペンで丸をつけてください。セブンイレブンが全国で発売を始めましてね、
でこれによって、恵方巻きが、全国区になったと、全国で広まったというふうに言われております。でちなみに年によってこの恵方の方角が違うそうですね。でちょっと調べてみたら、今年2023年の恵方はですね、南南東の美南ということでございまして、まあ、時計で言えばなんとなく25分ぐらいでしょうかね、時計の針がですね、まあ、25分ぐらいなのかなと、まあまあ、皆さんこうコンパスを持ってらっしゃるかどうか分かりませんけどね、スマホ のアプリでですね、羅針盤というふうに検索をしていただきますと、無料で使える羅針盤がいくつか出てくると思います。で私も一つこう利用して、あと利用するのはコード系もあるんですね。なので、皆さんが今いらっしゃるところが海抜何メートルなのかなと、それから、方角もですね、スマホがあれば、もうすぐに分かる、もう非常にこうもう便利なね時代になってきました。はい、ぜひ、来年のねこう、恵方巻きを食べる時にはスマホの羅針盤を使ってですね、正しい方向で、無言でこれをかぶりついていただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、その、まあ、大阪の海苔業者さんがね、まあ、こう販促のために始めたと。その意味では食品メーカー、菓子メーカーが仕掛けた、まあ、バレンタインデー、これ2月の14日で、ホワイトデーが3月の14日から、オレンジデーが5月の14日このオレンジデーというのは愛媛県の柑橘類の生産農家が1994年にまあ始めたということらしいんですけどもね、まあバレンタイン、セイントバレンタインデーということで、別に海外のね方々がこの日にチョコレートをこうまあプレゼントをすると、特にそういう習慣というのはなかったらしいんですけど、まあ日本のお菓子メーカーはですね、まあドラッガー経済学者って言いますかねのドラッガーに言わせればですよ、販売とは需要を創造することだというふうにね、現代の経営の中でね言っており、まあ、有名な言葉ですけどね。だからチョコレートを販売するにはね、まあ、チョコレートの需要を、まあ、喚起すると、作るんだと、ね、まあ、そういうことですよね。まあそれはダイヤモンド、ドゥビアスがですよ、婚約指輪はですね男性の月収 の3倍だって言うんですけどね、これはかなり効いたみたいですね。どうですか皆さん、こう、婚約指輪を送った方、あるいは受け取った方ですね、その男性の方のね月収の3倍だったのかどうなのかと、しかもそれをですよ、天然ダイヤですね、ダイヤをまあ送ると。でこれはやっぱりドゥビアスがやはりこう世界の、ダイヤモンド市場ですよ、支配もう100年間ぐらいですね、まあ、ドゥビアス、まあ、いくつかのもうダイヤモンドメーカーあるんですけどね、まあ、そういう中で、ドゥビアスのこう、まあ、戦略と、それと、まあ、チョコレートメーカーもそうですし、海苔のメーカーさん、みんなまあまあ、そういうことで、頑張っていらっしゃると、まあ、そういうことでございます。よろしいでしょうか。はい、次に寿司ですね。これが19年の外国約 AB とあって、この同じ年にね、まあ、時間帯はこう違うんですけども、外国語訳で、
お寿司が出ましてね、あと酢飯が16年、回転寿司17年で、ちらし寿司17年、それから、かっぱ巻きが21年ということでね、これやっぱお寿司やっぱ重要ですね。はい、まあ、いろんなあのものが出て、まあ、300銭に握り寿司なんかあると思うんですけども、握り寿司なんかもきちんと言えるようにしておいていただきたいと思います。よろしいでしょうか。そば、16年の通訳と年越しそば、まあ2回出て、まあ、そば、まあ年を越すそばもあれば普通のそばもあるということです。よろしいですか。はい、おでんで15年のプレゼンテーションで、右にあの味噌田楽というのがありますね。味噌田楽、田楽というのはおでんのことなんですけども、これはあの田楽の、まあ、女房言葉と、これクリックしていただきますと、まあ、女房言葉って何だというのが出てくると思いますけども、まあ、ウィキペディアで、まあ、室町時代以降ですね、まあ、天皇の御所であるとか、あるいはまあ上皇さんの、上皇さんもいたかな、まあまあそういうこう、まあ、やんごとなき方々のところに勤める女官、まあ、女性のね、まあ、そういうこう方々の、まあ、隠語といいますかね、だから田楽が正式の名前であればその「お」をつけて「おでん」と。だから 女房言葉には「お」がつく言葉が多いですね。だからあとは「なんとか文字」という、そういうあの言葉も、あのしゃもじです。これもあの、女房言葉だそうですね。はい、だから「お」なんとかとか「なんとか文字」という、これあのクリックしていただきますと、50ぐらい出てきますかね。まあだからおでんも田楽も同じ。ただ味噌田楽は味噌で食べるっていうんでね、まあ、ちょっとこのおでんもいろんなおでんがあのこうおりますね。もう、まあ、コンビニでもね、もうそろそろおでん出てきますかね。はい、で天ぷらで2022の外国語訳とはプレゼン、これだから去年出たもの、赤字でね示してありますから分かりやすいでしょ。はい、天ぷら、料亭、料亭食べ物かよと、まあ、 あの食べ物を出すところということで、まあ、この中に、ね、ジャンルに入れときました。よろしいですか。果物からうどん、赤飯、麹でわさびと、こんだけあのこうオンパレード、オンパレードですよね。はい、だからあの、まあ、1位、食べ物、飲み物、もう1位の、まあ、面目薬女という、そういう感じでしょうかね。ですき焼き、21年からわらび餅、流しそうめん、飴細工、刺身の妻、一汁三菜、ビアガーデン、お好み焼き、卵かけご飯、ご当地 B 級グルメ、タピオカドリンク、まんじゅう、もんじゃ焼き、食品サンプル、カツ丼、パクチー、たこ焼き、割烹着、ジンギスカン、お刺身、おばんざい、まあ、これ京都のね家庭料理ですか。山梨県のぶどう、納豆、鍋料理、お茶漬け、懐石料理、精進料理、突き出し、デパ地下と、まあ、こういう食べ物と飲み物のジャンルをですよ、2013年から昨年までをまとめるとこんな風になると。ですから、ここであと、まあ、私が2023年度の予想問題というのを下に、1番からですね、牛丼、しゃぶしゃぶ、まあ、すき焼きも出てますね、お寿司もいっぱい出てますね、しゃぶしゃぶ出ても不思議は全くないと。それからやはり日本料理で、まあ、先ほど味噌田楽で味噌がね、
ちょっとついてましたけど、やはりこう味噌とか味噌汁、これはやはり出ても不思議ないだろうと。それから、まあ抹茶ですね、これもこうあとは緑茶ということで、これもベリベリジャパニーズなものでございますので、きちんとプレゼンテーションできるように準備をしておいていただきたいと思います。これで2ページ終わり。で、次のページをご覧ください。観光地に参ります。これは49代ですね。49代。で、京都。外国語訳18年、20年、22、昨年ですね。で、これが3回出ている。世界遺産に古都京都の文化財、登録をされております。まあ、観光地、当然世界遺産の、ものを、まあ、たくさんあるわけですけど、まあ、世界遺産のところは世界遺産でまたまとめますけどね、はい、とりあえずまず京都が筆頭で、出てきていると。桜島、これが19年のプレゼント、昨年の22年の外国語訳。富士山、これが、3回といいますかね、こうプレゼン通訳三保の松原、三保の松原と富士山ちょっと違うじゃないかと、まあもちろん違うんですけど、これは世界文化遺産、でですね、まあ、富士山は信仰の対象と芸術の源泉であるということで、2013年に登録された。2013、赤いボールペンでくるっと丸をつけてください。で、この2013年に世界文化遺産に登録されたことがね、2013年のプレゼンテーションにですね、富士山が出たということと私は関連があるんではないかというふうに思うわけですね、はい。あと16年と、まあ、三保の松原21年なんですけど、三保の松原もこの文化遺産であるがゆえに、この三保の松原、これ富士山の重要な要件と要素になっているのか、ね、なので最初はですね、文化庁は富士山はですね、自然遺産で登録をしようとしたんですけども、ユネスコの方から、いや富士山は確かに、素晴らしい美しい山であるけども、精神性も重要ではないかということで、文化遺産で登録してくれというアドバイスがありましてね。で、文化遺産で登録して、2013年に、登録されたと、こういう経緯があるわけ。なので、その文化遺産であるからこの三保の松原、ここに同じジャンルとしてですね、私はちょっと付け足しておいたということになります。よろしいでしょうか。偕楽園、14年のプレゼント、16年通訳、まあ、皆さんよくご存知、まあ、三名園、水戸の偕楽園ね、で、三名園、あとは兼六園と、まあ、後楽園があるわけなんですけどね、金沢の兼六園から、岡山の後楽園なんです。こちらがまだ出ていないんですね、はい。なので兼六園と後楽園要注意と。で、これもリンクを貼っておきましたのでね、これクリックしていただきますとウィキペディアに飛びますので、ぜひ確認をしておいていただきたいと思います、はい。次が渋谷スクランブル交差点、15年のプレゼン、18年のプレゼンということで、これ第2項の方でね、二次セミナー第2項で、これのライブカメラのご紹介をね、したと思うんですけどね。
渋谷のスクランブル交差点は歩行者が渡るときに車はこの交差点に一切入ることができなくなりますので、もう縦横十文字、歩行者がこう、何百人、その時に、よりますけどね、それこそハロウィーンの時などはね、何百人もの方がここをこう渡ると、しかもぶつからない、ぶつからないといいますかね、日体大 の集団行動ってあるじゃないですか、縦横十文字にこうぶつからずにといいますかね、非常にこう世界的にも有名になってきましたけどね、この、世界で有名になった渋谷スクランブル交差点、ぜひ、今度 のハロウィンの夜にご覧いただきたい、ライブカメラでご覧ください、はい。佐渡の金山2022のプレゼンテーションで、これはですね、なぜ昨年佐渡金山かと、これ私が思うに世界文化遺産にですね現在登録準備中なんですね、はい。だから、これ筆頭なんですよ、世界文化遺産に、登録、文化庁が今一番力を入れているのがこの佐渡の金山なんですね。ですからその関係で出されたに違いないと、そこまで私はこう思っておるわけでございます、はい。この後でまたちょっとまとめます、下の方にまとめますけどね、鳴門海峡2022のプレゼンテーション、これもだからなぜ鳴門海峡かという、やっぱ僕は調べるんですけどね、特に分かりませんでしたけど、中華街、なぜじゃあ2022年に中華街なのかと、そういう、問題意識で実は僕はこう見ていくんですけどね、ぜひ皆さんもね同じような発想をなんか持っていただいて、なんか気がついたことがあればね、ぜひ私にメールでお知らせいただけたらありがたいかなと思います。豊洲市場が2022年にプレゼン、むしろこう豊洲なんかはね、私はちょっと遅いかなと思ったんですね。築地から豊洲にこう移ったのが2018年なんですね。2018年というのは通訳案内書が、改定された年と重なるんですけどね、本当は2018年に出てもおかしくはなかった豊洲市場という感じで、書いときは赤いボールペンで2018くるっと回る、築地から豊洲に移転した犬山城、城をちょっと赤くしました、ね、ちょっと下に姫路城もねこうありますけどね、城は城で後でまたまとめますけども、なぜこう、犬山城かというと、これは天守が国宝なんですね。天守が国宝 城っていうのは5つあります。彦根城とかね、松江城、松本城とかね、犬山城ももちろんそうなんですけども、でひょっとして犬山城なんかマイナーじゃないかと思われる方があるかもかりません。いや、そうじゃないんですね。国宝なんですね、天守がね。で、五島列島2021プレゼン。で、これがですね、なぜ五島列島かと。これ長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が2018年、ちょっと赤いボールペンでくるって思う。2018年。築地から豊洲に移った同じに世界文化遺産に登録されたと。で、2018もくるっと丸して、そして3年後に五島列島がプレゼンテーションで出たと。これより僕はね絶対にこう関連があると思います。
ますね、はい、でこういうものが登録されますとね、やはり新聞あるいはテレビあるいは雑誌とかそういう、こう、まあ、マスコミがいろんな形でこう取り上げるわけですよね。ですからそれの影響を当然出題者も受けて当然であると、まあ、そういうことなのでね、まあ、先ほど申しましたようになぜこの年にこれが出たのかと、こういう発想で見ていくと面白いと思います。城下町2011のプリズム姫路城。姫路城なんていうのは結構1993年ぐらいじゃないですか、世界遺産文化遺産に、ね、登録されたのが確か法隆寺も同じような時期でしたけども、まあ、もっと早く、出されてもね不思議はない、白い漆喰で有名なのは白鷺城というね、そういうこう、まあ、別名もねあります。美しい姫路城、これ一度も戦争というか戦乱に巻き込まれていないのでね、まあ、そのまま、まあ、残っているということで、まあ、とてもまあ、有名なお城ということになります。で皇居外苑、最近はこの皇居の外苑 の再開発でね、まあ、多く の木がこう伐採されるというので反対運動、まあ、こう出ておりまして、そういった意味でこの皇居 の外苑というのがなんか一躍有名になってきましたね。黒部ダム、天の橋立も皆さんよくご存知、日本三景ですね。で、あと松島とね、天の橋、ごめんなさい、厳島ですね、この辺りが出そうかなとなるわけですね。あと国定公園で、ちょっと下の方には国立公園出てくると思いますけどね、阿蘇、金沢は、小京都でも有名ですね。あと軽井沢、箱根、奈良、まあ、これは世界文化遺産古都奈良の文化財、これが1998年、これちょっと1998をくるっと赤いボールペンで丸をつけてください。知床、これも世界遺産、自然遺産ですけども、これに登録をされております。で鎌倉、18年のプリゼンから、浅草、18年の外国で琵琶湖で、日本の国立公園で、グリーンツーリズム16年、屋形船、メガネ橋、迎賓館で、日本橋、まあ、日本橋 の再開発もね、そこは三井、不動産さんがね、まあ、頑張って、やっておられますね。あとあの辺りは首都高がね、首都高速道路が日本橋の真上を通って、これ美観がこうなんだということ、あそこは地下に首都高を潜らせる、そういうね、おそらく何百億円という、ね、お金多分かかると思いますけどね、そういうことが決定しております。はい、まあ、お江戸日本橋ということで、五街道もね、大体この日本橋から出ていくわけですよね。東海道もね、中山道で、摩周湖、ここはまだ僕行ったことがないんですけど、なんか霧の摩周湖とかって言いますけどね、皆さん行かれましたか。小京都、あと築地市場ね、上に豊洲がありました。あと御朱印、今御朱印というとこうお寺とかね、神社に行って、ちょっと朱印状をね、まあこう集めるといいますかね、そういう
ことが一般的になったかも分かりませんけど、私なんか御朱印というと朱印船ですね、こう足利の義満が明と交易を結んだ時に倭寇といいますか海賊とこう分けるために朱印状といいますかね、勘合符というのを作りましてね、それに朱印もつけたわけで、御朱印と御朱印船というか船の、ね、名前にもなってましたね。今はお寺とか神社でいただくこう朱印のことだと思いますけどね。はい、棚田出羽三山、こんなところまでねこう出るんですね。これ羽黒山に月山に湯殿山ですね。はい、で宮島、これはもちろんこう秋の宮島、秋というのはね、まあ、広島のことですけどね、まあ厳島のことになる、まあお宮さんがあるからね、お宮さんというのは神社があるから、まあ宮島というふうに言うわけなんですけどね、秋の宮島。今秋高田市というところで市長さんが、まだ30代若い方がね市長になって、こう議会と、まあ、こう保守的な議会と非常に問題がある、これがまあ、YouTube でも非常に話題になっておりましたね。はい、もう何百万回、まあ、こう再生されてるみたいですね。あ、秋の宮、そこは秋高田市ということですけどね。はい、あとお時間があればねぜひちょっと見てください、秋高田市です。で松島が出まして、14年で日本三景、14年、日本アルプス、白川郷、秋葉原、東北の魅力的なスポット2013プレゼント、まあ、東北はもちろん2011年の東日本大震災の津波でですね甚大な被害を受けたところですね。それから2年後のね2013年にね、まあ、プレゼンテーションでこういう問題が出たということはね、まあ、なんとなく取材者の方、東北を頑張れと、まあ、なんかそういうこうエールが聞こえてきそうですね。はい、で2023年度の予想問題ですけども、1兼六園、これがまだ出てない、後楽園出てないと、鎌倉、彦根城、これは先ほどの天守閣がですね国宝のお城の一つになります。はい、で平泉、これも奥州藤原氏のですね、まあ一つの拠点になるわけですけど、まあ、中尊寺の金色堂などがございましてね、大谷翔平さん、アメリカの大リーグで活躍している大谷翔平ですね、翔平の平はこの平泉を取ってるんですね。で大谷翔平、奥州市ですか、奥州市に生まれ育って、でこう仙台ちょっと北の方ですけどね、お父さんは翔平の翔が飛ぶという字なんですか、あれはこう源の、義経ですね、これが奥州藤原氏にまあかくまってもらいたくて行ったんですけどもね、頼朝からこうまあ圧力がかかりましてね、まあ、義経はこうまあ奥州藤原氏のもとでまあ自害をするという、そういう悲劇的なこう最後を止めたんですけどもね。で彼は義経はこう若い頃に京都の鞍馬山でですね、まあそのこう天狗にこう武道を習って飛んだり跳ねたりということでですね、まあ壇ノ浦の戦いでもね活躍したということで、まあ、飛んだり跳ねたりのその飛ぶという、これは源の義経だから、大谷翔平 のお父さんかお母さんかはね、この子はまあ将来
元気よく、まあ、飛んで跳ねて、まあ、源の義経のようにね飛んだりとか、そして、まあこの平泉のね、これ中尊寺金色堂というか、ひょっとしたら、金色堂、つまりその辺りは金鉱があったんですね。金鉱が見つかったんです、仙台近くにね。でそれでそれは奥州藤原氏の財源になるわけですよね。で金色堂もできたわけじゃないですか。だからまあ飛んだり跳ねたりしてお金持ちになってほしいと、こんな願いが あったんじゃないですか。でまあちょっとこう今体調がねあれして、まあ5億ドルはどうなんだみたいなね、3億ドルかなとかね、まあ、そういう話が今出てますけど、はい、大谷翔平の兵は平泉から来ております。奈良公園、まあ、奈良はね、まあ、やっぱ東大寺 の、まあまあ、大仏殿がありますし、あれ春日大社もありますしね、まあ、法隆寺もこうありますけどね、まあこうそういうお寺とか神社周りにちょっとね疲れた方はね、まあ、奈良公園に行って鹿にせんべいをねこうちょっとこうやるとこと ほっこりするじゃないですかね。 YouTube でもね奈良公園 鹿のこうあれっていうのはもう何百も何千もあるかも分かりませんけどね。かなり昔の話になりますけど、この奈良公園の鹿をこう食べちゃった人がいる、男性が食べちゃった。で裁判にかけられましてね。でこれ当然罰則を受けたわけですけども、そのこう多分奈良の地方裁判所かなんかの裁判官がね、こういうことしちゃダメだろうと、鹿なんか食べちゃダメだよと。で最後に鹿と分かったかと。こういうふうに鹿を食べた男性に言ったそうですね。まあ、なかなかまあ洒落といったらね、鹿に大変失礼なんですけども、まあ、食べられた鹿もね、まあ、フランス料理なんか、まあ、鹿出てきますけどね。はいはい、比叡山、これがね、はい、こうなかなか出てこないところですよね。はい、まあ、中学校修学旅行でね、まあ、白タクに乗って比叡山までね連れてかれたんですけどね、はい、白タクには気をつけてくださいね。はい、高山、木田高山、これはやはりこうゴールデンコース、まあ、成田羽田から入って関空で出る、あれ関空から入って、成田羽田でこう出てくと、途中木田の高山に行く場合が多いんで、まあ、日数にもよりますけどね。なのでまあ、高山出ても全く不思議はないだろうと。で秋葉原が出ていて、やっぱり東京のですね、まあ、ショッピングのやはりこう、まあ、代表格である銀座は出て不思議ないだろうとこう思うんですけどね。なので銀座もつけときました。しかし小京都の代表として、萩とツワノを挙げておきました。はい、まあ、萩はなぜかこう明治維新のね、明治産業革命のね、まあ、構成の町になります。あれはまあ安倍晋三元首相がですね、まあこう、まあ、山口県を中心としてですね、明治産業革命のまあ、その一つの要素として萩を入れたということがあります。はい、だから国の内閣総理大臣になるとそういうことまで影響力をね、まあこう行使できるそうですね。はい、で12番がまあ厳島ということでですね、これまあそのままこう何て言いますか、まあ、松島も出ていると。あと出てないのはこの厳島だと、まあ、そういう意味合いでございますね。天の橋立て松島が出ている。厳島はもちろんこの秋の宮島のことだから、まあ、宮島出てるじゃないかといえばそうなんですけどね。
で、ご参考三名園、日本三名園が兼六園、後楽園、偕楽園ということで、兼六園、後楽園、リンクを貼っておきました。日本三景、天の橋立て、松島、厳島。で、日本三大名城、姫路城、名古屋城、熊本城。ね。まあ、姫路城出てるんですけども、名古屋城と熊本城が出てないではないかと。で、国宝五城、先ほど来ちょっと申し上げてますけども、天守が国宝、姫路城、彦根城、松本城、松江城、犬山城と。まあ、犬山城もその意味で2021年に、プレゼンで、出てるわけですけど、全く不思議はないと。だからこう他のところで、ね、彦根とか松本、松江出ても不思議ないよと、まあ、そういう意味なんですけどね、はい。小京都、高山、萩、津和野、金沢、尾道、弘前、角館と、こんなところを挙げておきました、はい。で、日本の世界遺産暫定一覧記載遺産というのがあるんですね。で、これはまあ文化庁の方で、こういうまあ取りまとめというのをやっておりましてね。で、これが今5つありましてね。で、こう金を中心とする佐渡鉱山の遺産群というんで、これが今、唯一推薦中なんですね。で、その他のものについてはいろいろとやはりこうドキュメンテーション、書類作りをするのにね、世界遺産で認定されるにはね、人類にとって普遍的な価値があるかどうかっていうところがこう一番大事なところなんですね。だからこうまあ佐渡の金山がね、人類がこうとってですよ、普遍的なこう価値がこうあるのかよと、そういったところ、だから他のところの古都鎌倉とかね、彦根城とか、あと平泉のこのそんなところですね、これについても、まあ、文化庁の方でですね、これ多分申請したいんだと思うんですけどね、まあいろんなこうそういうこうまあ書類作り、ドキュメンテーションが必要になってくると。今は佐渡の金山。で、あとここにまだ載らないものとして、下に世界遺産暫定一覧表に追加記載の提案中っていうの、でこれだからこの上の方にまだ載ってないんです。これが飛騨高山の町並みと屋台って言うんですね。これだからこう飛騨高山だってね、そのうちに世界文化遺産になる、何年後になるか分かりませんけどね、まあ、そういうこうリストのね、ちょっとまあ下の方にあるよと、まあ、一番大事なこの5つですよね、上のね。でこの下の方にこれまだいっぱいあるんですけどね、まあ、一応僕は今挙げたのは高山だけ挙げときました、はい。まあ、小京都でもありね、まあこう重要なところだということでございます。次のページご覧ください。年中行事、これは38代出てますね、はい。お彼岸、これも15年と18年はお彼岸で、21年は多分ね彼岸だけだと尾がついたりとかつかなかったりとかねしますけどね、だからいずれにしてもお彼岸も彼岸もね、まあ、一緒にしておきました、はい。さっきも女房言葉までよく尾が出る、尾がつくというのありましたでしょ、うん、おじやなんかもねそうだったんですみたいですね。あと門松、はい、17年と22年、なぜ22年に門松かって、まあ、調べてちょっと分かんなかったですね、はい。七夕2回出て、除夜の鐘、ひな祭り、まあ、桃の節句もね、これも同じというかね、まあ、ひな祭りで桃の節句と。初詣が2回出てる、なまはげ、これは22年のプレゼン、大安吉日、年越しそば、中秋の名月、もうすぐですかね、はい。それから花火、もみじ狩り、
でお花見、三が日、年末から年始重要だということをね、ちょっとご理解しておいていただきたいと。除夜の鐘とかね、三が日とか、それからあとこう何があったかな、年越しそばもそうでしょうしね、まあ、ちょっとですから年末から、年始お正月あたりは重要というふうにご理解を、初詣も当然もありますでしょ、はい、あと盆踊り、盆というのはこれはもともと仏教というのはインドで発祥というかね、で中国経由で日本に、6世紀の半ばにこう日本には伝来したんですけど、盆というのはインドの、ね、古いサンスクリットという、ね、言葉がありますけど、それ、から来たそうですね、はい、まあ、仏教の言葉の語源を、ね、調べるとインドのサンスクリットの言葉が、たくさん、今でもあるようでございます、はい、で灯籠流し、潮干狩り、一富士二鷹三なすびと、これを富士山とかね、鷹とか、那須の夢をね、お正月に、まあ、見るととても縁起がいいと、こういうことでございます。どうです、皆さんこういう、ね、夢をねご覧になったことありますか、はい、でシルバーウィーク、17年のプレゼンなんですけど、これはシルバーウィークとは敬老の日と、秋分の日を含む9月下旬の、まあ、大型、まあ、連休のこと、まあ、先週から今週にかけてね、まあ、シルバーウィークだったんですけどね、これ曜日によって5連休になったことがそうですね。それから一躍なんかシルバーウィークっていうんで有名になったそうですけどね、今年は2つに分かれてしまったんですけどね、はい、秋分の日が土曜日と重なりましたでしょ、これはまあ残念ですよね、はい、でお歳暮、七草に鯉のぼり、花火大会、鏡開きと、文化の日、七五三、年末年始行われること、うん、から福袋、当時日本のバレンタインで日本のハロウィンと、こんなのがね出てるということですね、はい、で2023年度の予想問題としまして、子どもの日、端午の節句、お盆、月見、正月、新年会、忘年会と、まあ、こんなところを挙げときました、で鏡開きと、要は鏡開きとはそもそも何だというちょっと調べてみたんですけども、鏡開き、鏡割りというのは、正月に神や仏に備えた鏡餅を下げて食べること、で日本の年中行事ですと、神仏に感謝の気持ちを示し無病息災などを祈って備えられた餅を食べますと、で汁粉や雑煮、かき餅、あられなどで食されることも多いと、こういうことですね。まあこうやってまとめてあると、あ、そうかなということですけども、急に鏡開きって何ですかと言われてもですね、即座に、こう簡潔に答えるということはね、なかなか難しいかも分かりません。三百銭というのはね、大体こう3行から4行ぐらいで、まあ、簡潔にまずまとめてありますので、まずそこを覚えていただいて、それに枝葉をつけていただけばね、まあ、プレゼンテーションの、まあ、核になるだろうと、まあ、こういう意味で三百銭はとても重要だと思いますね、はい、4位の歴史をご覧いただきますと、36代で日本の城ということでね、これが4回出てると、それから姫路城、犬山城、江戸城、
日本の城の種類って言うんで、まあ、こんなに、もうお城オンパレードなのでお城は要注意というふうに、思っておいていただきたいと思いますが、鎖国が2回出ているか、明治維新で古墳忍者なんてありましてね。であと歴史で言いますと、やはり幕末から明治維新といいますか明治初期、これが非常にたくさん出題されているということがありますね。はい、だから鎖国というのは、まあ、ペリーがこう1853年にね、黒船に乗って浦賀にこう来たと。で開国してくれと。で翌年54年に日米和親条約、トリーティー・オブ・アミティですね、これが結ばれて、で58年に、日米修好通商条約というのがこう、まあ、締結されてですね、あとは安政の5カ国条約ということで、まあ、他のねオランダフランスなんかともこう同じようなこう、まあ、不平等条約ですけど、こういったものを締結したという流れですね。だからペリーが来て開国をこう、まあ、してくれというのは、つまり鎖国があったからその開国ということがこう出てくるわけじゃないです。で開国して日本の近代化を進めていくんだと、これが文明開化でありですね、まあ、そのこうあとはその混乱の時に、まあ、坂本龍馬が出たりとか、あとは新選組も出てきますしね、そういうこう事柄もこう試験問題としてこう、まあ、採用されてきたという、そういう事実があるじゃないですか。だからまあ幕末から明治は非常に重要ですよということを覚えておいていただきたいと思います。白川の関、これが2022年の、まあこうまあ、プレゼンテーション出てるんですけども、でここにね心元なき、日数まあ、ひかずという重なるままに白川の関にかかりて旅心定まりぬ、これ奥の細道、まあ、松尾芭蕉がねこうやって書いてあるんですけどね。でちょっと私が注目しているのは、昨年2022年に、プレゼンテーションに山寺、それから俳句が出てるんですね。であと白川の関も出ている、これ松尾芭蕉でつながるじゃないですか。というのはどういうことかというと、この奥の細道でですね、まあ、白川も行った、山寺というのは立石寺でしたよね。立石、山形市にある立石寺というお寺、そこでこう静けさや岩に染み入る蝉の声というのをね、で白川の関、白川というのは奥州街道のですね、まああれ日本橋からですか、白川までが奥州街道ですね、そこがね。でこうだから白川から北側がですね、これがまあ何て言いますか、まさにこう道の奥ということにこうなるわけじゃないですか。私ハローを始める前に、住友ゴムというねこう会社、神戸に本社がありましてね、そこに勤めておりましてね、で副社長さんがイギリス人の方で、この方 の通訳翻訳と秘書の仕事をやっておりました。あとカバン持ちですよね。その副社長さん日本語は何にもわからないので、まあ、私がいなければ仕事ができなかったってちょっとまあ大げさなんですけどね。でこのダンロップ、住友ゴムというのはダンロップブランドなんですけど、まあ、ゴルフとかねテニスとかいろんなスポーツ用品も、あと、まあ、ちょっとタイヤも作ってますけどね。白川に大きな工場がありまして、副社長にくっついて私も何回か白川まで行ったことがあるんですね。でそこで驚いたことに、白川、新幹線降りて
あのダンロップに行く途中にあのブリヂストンのね、あのやっぱタイヤの工場があの白川にやっぱありましてね、って白、まあ、ブリヂストンとあの、まあ、ダンロップ、もちろんあのブリヂストンがあのジャイアント約5割ぐらいの、ね、シェアありまして、当時、住友ゴムダンロップは、十数パーセントのシェアでしたね。横浜ゴムが 20% なので、ブリヂストンが 50%、横浜ゴムが 20%、ダンロップが 10% ちょっと、あと大津タイヤとかあれこれありましたね。で、あのたまたまこの白川に、あのダンロップとブリヂストンの大きな工場がありまして、あ、これはやはりこう多分あの従業員の方のやっぱりこう多分募集あのして集まりやすいというそういう条件があったのかなというね、今から思いますとね、はい、白川とてもあの、思い出がある場所になっております。はい、私にとってはね、はい、それからあとはそこの松尾芭蕉との関連でね、白川の関があり山寺があり俳句の何か連想ゲーム、これあのこういう発想というのは僕はねあの大事だと思うんですよね。なぜじゃあ白川が出た、なぜ山寺かよと、ね、これあの山寺を選んだ方、あの二次レポート一人も多分いなかったんですね、山寺。あの別にこれあのマウンテンテンプルじゃん、もちろんなんかあのこうあのこのディッシャグというのはね、写真見ると本当にやっぱ山の中なんですよ、もう山寺なんですよね。でもこれをあの選んだ方はね、二次レポートの方は一人もいらっしゃらなかったと記憶しております。はい、俳句ですね、犬山城、渋沢栄一、まあ、これはもうね、新一万円札、来年ですね、来年あの渋沢栄一の一万円札ね、出てきます、まあ、福沢諭吉さんね、さよなら、渋沢栄一ウェルカムという感じでしょうかね。あと五稜郭、まあ、榎本武明なんかね、こうまあ、あの本当はこう殺されたかも分かんないけど2年ぐらい牢屋にいてね、また明治新政府にね、彼は非常に国際法にあの明るかったんですね、なのでまあ、あのこう江戸幕府側というか徳川側だったんですけども、新政府で活躍をしましたね。まあ、あと、まあ、新選組のね、まあ、土方歳三、やはり五稜郭でやはりこう、まあ、自分のこう死に場所というんですかね、最後はここで、まあ、鉄砲に撃たれてね、亡くなったということですね。はい、出島ですね、はい、これは、まあ、あのこう鎖国の間もね、まあまあ、オランダだけはね来ることができたよと。摂関政治、文明開化、大政奉還、姫路城、隠れキリシタン、でこれがあの2018年に登録されたと。で翌年隠れキリシタンとか、これやっぱ当然関連があるだろうと。前方後円墳、江戸城、江戸時代の身分制度、町人文化、大奥、聖徳太子、坂本龍馬、聖徳太子まだ高校の教科書にさあどういうふうに載ってるのか、多分あの馬屋東王ですね、これが出て括弧して聖徳太子になったかなという感じですかね。馬屋東、これまああの聖徳太子という名称自体はあの藤原の不比等がですよ、あの8世紀の初めにね、ああいうこう、まあ、古事記とか日本書紀もこれ藤原の不比等、これはあのこう、まあ、中富の鎌足、藤原の鎌足 の、まあ、あのこう息子なんですけどね、この人がやっぱり天皇制を確立するためにまあこう馬屋東をモデルにして、まあ、それを聖徳太子という名前でですね、こう、まあ、あの歴史を作っ
ていったということらしいんですけどね、それがもう定説になったんで、まあ高校の教科書からもう聖徳太子はもう抹消しようと、ただ括弧に入っているような感じですけどね。あと坂本龍馬もこれまあ小説で有名に、龍馬が行くで有名になって、あれはフィクションですからね、物語なので実際はこうそれほどこう長同盟に彼が決定的な役割を果たしたというそういうことではないんですね。だから小説というのもね、あまりに有名になるとこう龍馬が行くんだけども、こう勝手にいろんなとこ行ってしまうと、まあ、そういうこうことになるかも分かりません。だから龍馬の龍の字がやっぱ違うわけですよね、小説の龍馬の。まあそれはあれはだからまあこうフィクションですよというふうに考えないといけないのかなと。新選組、まあこれね、本当にこう京都の治安というかね、幕府側で、まあ、どれだけのね人をこう長州なんかの人をね切ったのか分かりませんけどね、日本の城の種類とその特徴、徳川家康が出て卑弥呼が歴史的、地区に、黒船、これもだからねやっぱりこう幕末じゃないですか、江戸に続いている侍、それから19世紀に日本で起こった大きな変化、まさに、これがこう開国してですね、富国強兵まで行く、そういう文明開化ですね、そういうこう、まあ、明治維新と、この辺り、まあ、非常にこう重要、この流れをねきちんと整理整頓してきちんと、プレゼンテーションできるようにしておくことが重要なのかなと。で、2023年度の予想問題として、まあ津田梅子ですね、これはまあ津田塾をね作った方、新五千冊、津田梅子は5人こうまあ女性がこうアメリカに留学をする、彼女は確か6歳ぐらいで行った、一番こう年齢低かったんですね、6歳のね、まだ小学校に入るか入らないくらいの、まあ、女の子がねこうまあアメリカに行ってですよ、でその子向こうの学校に入って、で彼女は、まあ、早く帰ってきちゃった人も、もう1年2年で帰ってきちゃった人もいるんですけども、まあかなり長くこういましてね、で、まあ、十何年ぐらいいたんじゃないですか。で、まあ、日本にこう一回戻ってくるんですけども、ただやっぱりこう周りからも結婚しろみたいなことを言うと、まあ、全くこう価値観が違うと、封建時代のね日本のそのこうまあ結婚制度とかそういったものに全くこう馴染むことができなくて、彼女はもう一回またアメリカに留学をしましてね、してこうまあ教育学というかそういうことも勉強して日本にまあ帰ってきて、そのまあ津田塾、今の津田塾大学を作っていくという、そういうこう非常に大きな仕事をねなさった方ですね。はい、新、五千円札ですね、はい、来年はい、登場でございます。で、紫式部では、二千円札どこ行っちゃったんでしょう、もうなんか印刷してないそうですね、財務省の方はね、紫式部2024年来年の NHK 大河ドラマ光る春へって言うんでね、吉高さんですか、吉高さんがこうなんか主人公でね、あの方なかなかなんか面白いキャラクターの方ですよね、これ好きですね、吉高さんってなんとなくね、はい、面白そうじゃないですか、ね、どんなね、まあ紫式部をねこう演じてくれるのかな、
あと僕は一つまだ興味があるのはね、まあ、あの紫式部はこの源氏物、光源氏はね、藤原の道長をこうモデルにあのしたっていう、そういう話もありましてね。で、あの道長もこれ同時代なんですよ。道長の時代にやはりこう紫式部もやっぱりあのこう、おりましてね。で道長もこの源氏物語を愛読してたそうですね。であのこう紫式部にあのプレゼントを、あの硯とかあの紙をあのプレゼントしたという、そういうあの話が残ってましたね。まあ嘘か本当か知りませんけどね。だからこの紫式部が NHK のドラマの中でですよ、そのこうあの藤原道長とね、まあ、どういうこう描かれ方をするのかなと、まあ、そういうこうなんか個人的にはなんか非常にこう、まあ、興味がね、あのこうありますけどね。どうなりますかね。徳川家康が、まあ、まさに今 NHK 大河で放映中なんですけど、これ私はね大河ドラマよく見るんですけども、今回はねなんかちょっとあのこう違うなみたいな感じで、はい、申し訳ないんですけどもあまり見てません。はい、将軍、これ昔よくね将軍と天皇の違いなんだみたいな、よく聞かれたことあるんですね。将軍と天皇の違いなんだみたいなね。で、あのこれなかなかの外国人の方には分かりにくいですね。で、まあそれはね、あの将軍というのは征夷大将軍じゃないですか。で、もともとは征夷の夷というのはバーベリアンの意味ですよね。夷というのは遺族というのはね、魚上の田村麻呂という人がね、最初に任命されて、まあ、東北奥羽地方、まあ、多分恵比氏ですね、まあ、こうアイヌの、ね、人たち、東北地方もいたわけですけども、こういった人たちを討伐すると。その理由は何かというと、あのさっきもちょっと平泉の話しましたけども、ちょうどあの8世紀の、ね、半ばぐらいに、あの仙台の近くあたりでやっぱ 金山ですね、こう金鉱が発見されて、であの聖武天皇なんかはやはりあのこう東大寺大仏を作ったりとかね、奈良に東大寺で全国に国分寺とか国分二寺を、ね、作るっていうのは非常にあの、まあまあ、お金が必要であったと。そしてあの仙台のあたりに、こう金山がこう発見されたんで、それをやはりこう確保するため、もともとはあの別にあの大和というかね、こうそれと江戸の人たちが喧嘩する必要は何もないんですよ。で恵比市の人たちからすればね、アイヌの人たちからすれば、あの金というのはもうほとんどあのあまり意味がない、自給自足の生活をずっとあのして多分いたわけですから、別にその石ころなわけで、ただ光る石ころなわけですよね。でただまあこう、一方こう、まあ、奈良政権っていいますかね、奈良のこう、政権にとってはね、やはりこう金というのはそれなりのこう価値がやはりこうあるわけだから、それを独占したいと。であればそこにいる、まあこう恵比市の人たち、愛の人たちはもう何て言いますか、邪魔になるわけですよね。邪魔になる。それはちょうどアメリカで1849年から始まったいわゆるゴールドラッシュですね、カリフォルニアの。当然そこにもうあの先住民の人たち行ったわけでしょうけどね、まあ、おそらくそこを駆逐されて、まあ、先住民アメリカ大陸、北アメリカだけで約先住民のいわゆるインディアンという方々やっぱり2000万人ぐらい殺されてるんですね。2000万人ぐらいで、もう土地を奪われる、ね、
大体あのニューヨークのマンハッタンが大体あの、いくらだったんですか、20ドルですか。であのこうガラス玉とかね、そんなん でアメリカのインディアンの人たちはもともとはあの土地を所有という概念がまあなかったと言いますかね、まあ、のものは広大な土地があるし、まあ、いろんなあの部族によってね、まあ、住み分けはあったかも分かんないけども、土地をこう例えばこう貨幣的なね、そういうあの意味でこういくらだとかそういうことってなかったか、契約書をこう、まあ、勝手に書かされる。でマンハッタン20ドルという有名な話なんですけどね、まあ、19ドルっていう話もありますけどね、それでマンハッタンはそこにいた先住民から、まあ、と最初はオランダからこう移民が大体マンハッタンに来たわけで、だからニューヨークっていうのはもともとはこうニューアムステルダムというそういう名前があったわけですね。ニューアムステルダム、オランダから来たわけ。例えばユダヤ系の方が多かったわけ。っていうのはオランダとスペインがやっぱりこう、まあ、仲悪くて、やっぱりスペインのねはやっぱりこうユダヤの人たちヨーロッパでやっぱりこう、まあ、虐殺と言いますか、こう抑圧して、そういった方がまあオランダにみんな逃げ込んで、でオランダからアメリカ、まあ、マンハッタン、まあ、そういうこう、まあ、ちょっと余計な話なんですけども、要するにこう、まあ、奈良のね、奈良政権がやはりこう坂上田村麻呂をこう伊沢城とかにね行って、東北のそういう金の利権を確保すると、まあ、そういうことだから、さっき、まあ、大谷翔平のねこう話をしましたけどね、だから翔平の兵は平泉だと、で平泉金色堂であると、だからそれ経済的なものでやっぱり物事をきちんと見ていかないとね、物の本質ってやっぱり分かんないと思うんですよね。ちょっと話色飛んで申し訳なかったんですけど、で将軍、あ、そう、将軍から、将軍はね、言ってみればこう権、こうまあ実質的な支配者なんです。で支配者というのは権威を必要とするんですね。だから権威と権力、実質的なそういうこう、まあ軍事力でしょうね、軍事力を持った人間と、それ権威が必要。西洋ではね、かこうそういうこう軍事力を持った人間はキリスト教を権威と、ルイ14世はね、王権神術として、ルイ王朝は神からその王の、まあ、地位を与えられたというので王権神、日本は天皇です。天皇の権威で将軍、天皇が征夷大将、そう今も内閣総理大臣は、天皇が認証します。認証式ってあるで、大臣は天皇のところに行ってですよ、ちゃんと、ね、認証式って受けるじゃないですか。同じなんですね。だからこう西洋だろうが、まあ、日本だろうがね、まあこう大体どこの国でも権力、実質的に権力を取った人間はね、まあ、プーチンだってその教会に行くじゃないですか。まあ、信じてることなんないわけですよ。イラクのフセイン大統領はね、アメリカが攻めてきた時にこうジハードだ、ジハードっていうのはイスラムの聖戦ですよね。じゃあフセイン大統領は本当にイスラム教徒かというと、彼の書斎にはね、何の本があったかというと、スターリンの本がもう山ほどある。スターリンのことを研究し尽くして、そして彼は、まあ、バースト党というね、まあ、党首になってなった瞬間に、まあこう自分に将来敵対するかも分かんない人みんなこう抹殺したんですよね。抹殺したの、スターリンも同じ、スターリンの同じことをね、フセイン、まあ、でもアメリカから攻められた時にはジハードというかね、イスラムのこう
こうなんて言いますか、こう神のもとに結集せよってやっぱ言うわけじゃないですか。まあ、ひょっとしたらプーチンも同じようなこと言うかもわかんないですよね。はい、だから権威と権力で国民とか人民を支配するというね、そういうこう構図というのは、まあ、あの人類、まあ、いつ頃かかは分かりませんけどね、そういうこう流れがある。だから権威の天皇を実質的な、まあ、権力者の将軍という、そういうふうに、まあ、こうそういうふうに考えなければね、説明はやっぱできないじゃないですか。よろしいですか。はい、埴輪があって大名があって武士道があって松本城があって、これもあの松本城は、天守が、まあ、国宝ということよろしいですか。なんか名古屋城で、これはあの、まあ、金のシャチホコですね。これが22年昨年、にこれが出ており、金のシャチホコが出ましたね。これはあんまりね選ぶ方いなかったんですよ、あの二次レポートの時にはね。で、次に邪馬台国、まあ、これは僕は予想問題として、ちょっとここに出しておいたんですけども、あとペリー、富国強兵、2021年に文明開化か、19年にも明治維新と、こんなのが、ね、ありましたでしょ。それでね、なぜじゃあちょっと僕は邪馬台国を出したかというと、ちょっと下に卑弥呼が出てるじゃないですか。卑弥呼ね、卑弥呼が、15年に出ましてね、で、あの古墳が14年15年にね、古墳が出てる。で、前方後円墳、これがあの17年に出てると。これはまあこう一つのこう一つの流れとしてね、あのこう卑弥呼は、まあ、邪馬台国のまあこう女帝であったわけじゃないですか。これはあの中国の「あの魏志倭人伝」というね、これはあの日本はまだその文字がないですからね。あの大体卑弥呼は3世紀の前半ぐらいですよ。魏志倭人伝が書かれた時に、その時の邪馬台国の記述が、230何年ぐらいなんですね。だから3世紀の初めなんですね。3世紀、まあ、初めから、邪馬台国が何年ぐらいあったか分かりませんけどね、まあ、3世紀の最初から中期後期ぐらいかな、3世紀の半ばぐらいで、邪馬台国なるね国があってね、でこの卑弥呼という、ね、女帝がいたと、ね、でこう、まあ、呪術をなすというんでね、まあ、そういうこう、まあ、呪術をなすって女性の方がなんかこうね似つかわしいですよね。男がなんか呪術をなすってあんまりない、まあ、あるかもわかんないけどね。で、こう卑弥呼が出てるんだったらば、まあ、邪馬台国出て不思議なじゃないですか。邪馬台国ね、卑弥呼、邪馬台国で、最近ですね、あのこう近年奈良県の桜井市のね、これがあの箸墓古墳というところ、これがあの非常に注目をされておりまして、これはこの発掘によってね、あの邪馬台国畿内説がまあ有力されてきましたと。あの吉野ヶ里遺跡があのこう発掘された時は、もう吉野ヶ里はもう邪馬台国に違いないだろうっていうんで、もう、まあ、考古学者たちがね、まあ、こう沸騰しましてね。ただあこからこうあるあのこう、まあ、勘が出てきたんですけど、それはちょっとあの3世紀ではなくて、それから約200年ぐらい後のものっていうん で吉野ヶ里の あの邪馬台国説がこう急速にしぼんでってしまってですね、そしてこのこちらのこの箸墓古墳の方がこう割とまあ有名に
なってきましてね、これはあの、まあ、間違いないだろうみたいなね、機内説が言う、ただごめんなさい、定説ではないんですよ、定説と。またあの宮内庁がこう学者をこう発掘禁止したんですね。宮内庁はね、まあ、あの任徳料もそうだしね、応仁料もそうなんですけど、まあ、結局こう今の天皇制にですよ、何かこう不具合がね、不都合なあの事実が出てくることをともかくあの、まあ、宮内庁はねこう阻止したいと、まあ、そういうこう動機があるわけです。だからこう歴史の真実ではなくてね、歴史の真実ではなくて、あの、まあ、それはなるべく暴かないんだよと、もう暴いちゃダメよ、だ学者入って発掘しちゃダメみたいな、そういうことでとんでもないことやってるんですけどね、まあ、そういうあの、邪馬台国、まあ、脚光を浴びてきた邪馬台国ということでね、一応候補に、これは赤いあの星印で、あのいいかも分かりませんね、はい。ちょっとこうもう1時間何分もかかってきましたんで、とりあえず、第3項のね、まあ、その1はここまでにとりあえずちょっとさせていただきましてね、第3項のその2、第5位の生活習慣と生活様式はね、次回ということにさせていただきましょうか、はい。で今日もあの最後までご覧いただきましてありがとうございます。この辺りはとても重要なのところなので、よくあのこう復習もしですね、かつまたあの予習もあのしていただきたいと思います、はい。まあ、間もなく、第一次試験のね合格の発表があのありますが、皆さんね合格できるといいと思いますけどね、はい。それでは皆さん、またご検討をお祈りいたしております。どうもありがとうございました。